高速マリントランスポート株式会社は、防衛省の PFI 事業、民間船舶の運航、管理事業の実施主体として2016年2月19日に設立された特別目的会社。創日、日本通運、リベラ、津軽海峡フェリー、東洋マリンサービス、新日本海フェリー、ジャパンマリタイムトランスポート、豊かシッピングの発射が、 同事業に入札するにあたって設立した。なっちゃんワールドと白王の2隻の高速フェリーを保有し、自衛隊を及び在日米軍の輸送業務を請け負うほか、一般向けのクルーズなど観光船としても運航する。陶器場の本社住所は、総日東京本社が入居する E のビルディングであり、独自のオフィスは構えず総日東京本社に曲がりしている。自衛隊が保有している。 概要公開が可能な揚陸艦は、2020年現在、お墨み型輸送艦3隻、輸送艇1号型2隻の、警護隻のみであり、1961年に、アメリカから供与された、LST-19 戦車揚陸艦である、お墨み型輸送艦から始まった、海上自衛隊の輸送艦部隊は、海外派兵能力が付与されていないなど自衛隊の、 脅威を周辺諸国へ与えない政治的配慮がされた、非常に能力が限定されたものであった。1990年以降、国際協力での自衛隊海外派遣や、相次ぐ自然災害への災害派遣など、稼働率が高いにもかかわらず増強計画は後回しであったため、出雲型護衛艦に多目的能力を持たせている。2011年3月11日の、 東日本大震災の際には、下北及び、国崎は定期検査のためドック入り、大隅は海外共同訓練のため、インドネシアに向けて公開中であり、いずれも即応できる状態ではなかった。このため、大隅は訓練を中止して引き返させたほか、国崎は工事を切り上げて、深夜に東北沖へ向け執行させているが、 下北は4月1日までドックを出ることができなかった。2016年2月に発生した北朝鮮による弾道ミサイル発射実験を受けて、ミサイルの飛行経路に当たる石垣島へのパトリオットミサイルが配備された際にも、同様に輸送問題が発生している。このほか尖閣諸島を含めた南西諸島有事への対応や在日米軍の輸送任務も想定して、 防衛省では2014年以降、新日本フェリー所有の白王と津軽海峡フェリー所有のナッチャンワールドを借り上げることで、有事の際に自衛隊の要請から72時間以内に出航可能な体制を確立した。しかし、その後民間の乗組員が所属する全日本会員組合は輸送協力について、演習や災害派遣に監視協力を行うが、有事の際など、 戦争協力に関してはこれを行わないと方針を変更しており、2016年2月の要請に対しては即応を拒否して定期航路を利用した輸送協力という形で対応した。これを踏まえ、輸送を民間の協力に頼るのではなく、防衛省自身の PFI 事業として実施する方針が定められ、2016年2月19日に、 高速マリントランスポートが設立された。設立にあたって従来使用していたナッチャンワールドと白王を2隻合計250億円で買い上げた上自衛隊専用として各種回収を施した。乗組員には有事における民間人の動員を避けるため予備自衛官を充当することで対応した。二千十六年四月に発生した熊本地震の際には 白王を利用して、熊本県八代港への陸上自衛隊の災害派遣が行われた。5月下旬まで被災者向けホテルシップとして利用されたが、元が民間のフェリーで大浴場やレストランを備えるなど、居住性に優れていたため被災者からは好評であった。なっちゃんワールドは、函館港、白王は、あ宵い港を母港としており、 平時は一般向けクルーズで運行されるなど民間で利用することも可能である。2020年の新型コロナウイルス感染症への対応ではチャーター機で武漢から退避した民間人の一時隔離施設として白欧の活用が検討されたほか横浜港にて客船ダイヤモンドプリンセスにおける集団感染に対しての支援拠点として用いられた。ありがとうございます。